こんにちは、リハビリジージです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は EGPA の治療でこれまで通院していた病院を変えたことについてお話しします。内容につきましては大きくは次の3つです。 1. 転院の理由、 2. 転院先、選択の視点、多診療科の取り扱い、設備など、3. 今後の治療方針。まず転院理由についてお話しします。転院理由の具体的なポイントを最初に申し上げると次の3点になります。まず血液の状態が2021年11月頃から不安定になったこと、次にその一方でこれまで通っていた病院には膠原病の専門医がいないこと、そして新しい治療方法への可能性を考慮したことです。これまで通っていた病院は2017年12月に緊急入院した病院で、自宅から1時間以上かかる総合病院でした。そのような遠い病院に通っていたのは次のような理由によります。私が最初に救急搬送されたのは自宅近くの大学病院で、そこで応急処置を受けましたが入院病床が空いていませんでした。このため受け入れ可能な病院を探してもらいましたが、特殊な病気であったせいか受け入れ先がなかなか見つかりませんでした。1時間近く探してもらい、結局その病院からも自宅からも車で1時間以上離れた病院に入院することになり、そのまま通院を続けていたという次第です。さて EGPA という病気は大きくは膠原病の範疇に入ります。入院した病院にも膠原病科はありましたが、全員非常勤の医師が担当されていました。このため入院当初から脳神経内科の先生が担当され、病院内で適宜情報連携をしていただきながら治療を進めていました。退院後もずっとこの病院で定期的に血液検査をし、その結果を踏まえて好酸球の増加を抑えるためにステロイドや免疫抑制剤などの処方量を調整してもらっていました。しかし次のような理由から約4年半お世話になったこの病院から転院することを決心しました。それはまず血液の状態が2021年11月頃から不安定になってしまったことがベースにあります。2018年に退院した後、2021年10月頃までは血液の状態は比較的安定していましたので、順調にステロイドなどの薬の量を減らしていくことができていました。しかし2021年11月頃から退院後初めて血液の状態が不安定になり、より細かく機動的にステロイドなどの投薬量をコントロールすることが必要になってしまいました。そのような状況の中で、これまでの病院には膠原病の専門医がいないということが転院することを決めた2つ目の理由です。これまで通っていた病院の膠原病科で診てもらうという選択肢もありましたが、すでにお話ししたように全員が非常勤の医師であり、脳神経内科の先生からも専門医のいる別の病院へ移るという選択肢もあるということを言われていました。転院することを決めた3つ目の理由は新しい治療方法への可能性を考慮したことです。医学は日々進歩しています。私としては血液の状態が不安定になってしまった中で、これまでの病院でやっていたような試行錯誤的に薬の処方量を調整するだけの治療法に何か限界を感じていました。そしてより多くの治療例があり、新しい治療法にも積極的に取り組んでおり、膠原病の専門医のいる病院で最新の効果的な治療を受けたいという思いが強くなりました。このような心境の変化により転院することを決意しました。続いて転院先についてお話しします。お話しするポイントは次の3点になります。まず転院先選定の視点について、次に他に診てもらっていた診療科の取り扱いについて、そして転院する病院の設備などについてです。まず転院先選定の視点につきましては次の通りになります。それは先ほども少しお話ししましたが、EGP の治療例がある程度あること、
新しい治療方法にも積極的であること、膠原病の専門医がいること、そして自宅から通院可能な距離であることということです。そのような病院をネットで検索したところ、いくつかヒットしました。その中で EGPA 以外の病気も含めて総合的に治療法を判断していただくことができそうで、これまで通っていた病院と同じ大学の系列、自宅からの距離もこれまでの病院より若干近いというある大学病院が目に留まりました。そしてそこを転院先の候補としました。最終的に主治医に相談してそこへ転院することにしました。 EGPA の治療を転院するにあたり、これまでの病院で診察してもらっていた耳鼻科や消化器内科などの他の診療科についても一緒に転院することにしました。これは EGPA が体のさまざまなところに影響を及ぼす可能性のある病気であるため、体全体に関する直近の治療情報を転院先の病院に集約化しておいた方が、今後の EGPA 治療において体のさまざまな影響などを考慮したより適切な対応をしていただけるのではないかと思ったからです。転院先の主治医からも、これまでの病院から全て移す方が望ましいと言われました。続いて転院先の設備について少しお話しします。転院のためにその病院へ初めて行った時の感想としては、その設備の新しさと大きさなどにとても驚きました。そこはこれまで実施されていたリニューアル工事が最近完了したばかりということで、設備はとても綺麗であり、規模もそれまで通っていた総合病院よりかなり大きいものでした。また設備の機能も進んでいて、例えば院内の通路には無人の電動車椅子が自動走行していたり、2つの建物の2階部分をつないでいる幅の広い通路は穏やかなスロープ部分と数段の階段部分に分かれていましたが、階段部分を歩くと段差がありますという自動音声がセンサーに反応して流れていました。さて最後に転院先の病院での今後の治療についてお話しします。お話しするポイントは、直近の検査結果と今後の治療方針、そしてヌーカラという薬についての2つです。まず新しい病院での検査結果ですが、血液の状態は正常値の範囲内で特に問題はありませんでした。2022年の春に会社を退職して、精神的にも肉体的にも余裕のある生活を送っていたためだと思われます。一方で左足首から下の運動機能障害や、両足首から下と左手のピリピリしたしびれや感覚異常は継続したままです。このような状況を踏まえ、新しい病院での治療方針は次の通りとなりました。ステロイド投与量の削減目標を、通常人体で作成されている量の 5mg とする。現在のステロイド投与量から毎月 1mg ずつ半年以上かけて目標の 5mg まで削減していく。削減途中に好酸球が増えればヌーカラを使用する。痛み止めの薬は服用を停止し、それ以外の10種類の薬は継続して服用する。ここでヌーカラという薬について少しお話をしておきます。ヌーカラというのは、副作用の大きいステロイドを使用することなく、好酸球を抑制するための薬です。もともと気管支喘息の薬として厚生労働省に承認されていたものが、2018年に EGPA 用として追加承認をされました。その後、膠原病の専門医などによる臨床研究や講習会などが行われ、この 1,2 年で EGPA への使用が普及したようです。ヌーカラは膠原病の専門医の間では今ではよく知られている薬のようですが、もしこれまでの病院でそのまま治療を続けていたら、主治医が膠原病の専門医ではなかったため、ヌーカラの使用の検討はもっと遅れていたと思われます。ヌーカラという新しい薬があるということは、実は以前に会社の産業医から聞いていました。産業医はたまたま膠原病の専門医であり、EGPA にも詳しかったため、私が退院後に会社復帰してから勤務時間制限がなくなった後も
時々相談に乗っていただいていました。特にこれまで通っていた病院の主治医が膠原病の専門医ではなかったため、その先生の判断などが適切なものなのか、セカンドオピニオン的に産業医からお話を伺っていました。ある意味産業医という枠を超えた視点からも親身にお話を聞いていただき、納得感のある適切なアドバイスをしていただいた産業医の先生には本当に心から感謝しています。以上、今回は EGPA の治療でこれまで通院していた病院を変えたことについてお話ししました。もっと早く転院しておけばよかったと少し思ったりもしましたが、会社を退職したことによる時間的な余裕やヌーカラという新しい薬の普及時期などを考えると、結果としては今の時期の転院でよかったと思っています。今後も EGPA の治療について何かありましたらまた投稿していきたいと思います。合わせて趣味のゴルフのことについて考えたことや思ったこと、悩み事なども投稿していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。